おはようございます。西田渡です。えー、10月28日金曜日っていうところでいかがお過ごしでしょうかちょっと出遅れております。すいません。<laughs> えっと、えー、本日なんですけども、えっと、今日ね、あの、この後、えっと、妻のチャンネルの方で、えっと、ライブやるみたいなんですよね。なので、なんか1000人超えたみたいでね、おめでとうございますってことで、僕もお邪魔しようかなと思ってるんですが、まあ、昼飯ご飯食べましょうみたいな、昼ご飯食べましょうみたいな感じでやるっぽいので、えっと、僕も URL、概要欄貼っとくので、まあ、 時間、皆様、ありましたら、ランチ時、12時半って言ってたかな。あの、そちら、ご一緒できればと思います、ね。ライブ配信。まあ、何を話すわけでもないんですが、ゆるーくやるようなので、<laughs> 僕もお邪魔しようかなと思っております。よろしくお願いします。えっ、ー、と、ソニーアルファ 7R5、発売、発売、発表されましたね。11月25日発売ということで、1ヶ月後発売ということで、まあ、今日の僕のメインチャンネルの方では、えっ、ー、と、 キャノンユーザーから見た α7R5、えー、っていうところで、えー、お話しさせていただこうかなと思います。まあ僕の場合はスチル、あのスチル目線っていうところでカメラ解説した方が、えー、皆さんもね、求めていると思いますので、えーと、スチルフォトグラファー目線からお話ししていこうかなと思っております。まあせっかくなのでね、このサブチャンネルの方でもお話ししますと端的に言って、えっ、ー、とメリットと言いますかキャノン目線で言うと R5 に、えー、イオスの R5 に、R3 の、えー、オートフォーカスが入った。みたいな、そんな考え方でいいカメラなのかなと思います。まあもちろん6100万画素。で、R5 は、えっ、ー、と、いくらだえっ、ー、と、4500万画素か。なので、解像感、質感に関してもやっぱり2年の差がありますので、もうさらに、えっ、ー、と、G マスターとかの 50mm の G, G マスターとかつけると、さらに、うおーっていうような、 描写が出てくると思うんですよね。で、センサー自体は多分ここだと思います。はい。えっ、ー、と、ライカの M11 だったり、FPL だったりっていう、まあ、要は、アルファセム r 4と基本的な同じセンサーじゃないかっていうふうに言われておりますので、まあ、いずれにせよ、あの映像エンジンが α1 とか7とかで一緒になって、ノイズ処理とかグラデーションの出し方とかが映像エンジンによって、こう、 アップ、ボアアップされた、みたいな <laughs>、そんな感じなのかなとは思ってます。ただ、メジャーアップデートではあるんですけれども、どっちかというと中身に関しては、まあ、マイナーアップデートに近くて、その中でも特筆すべきはオートフォーカスっていうところのカメラなのかなと。物理的にはこのね、チルトだったりバリ、チルトバリアングルみたいな感じになってっていうところも、まあ、騒がれてはいますが、まあ、どっちかと,いうと、まあ、で Z9 とかもそういったちょっと、 特殊な動きするようなね、アングルありましたから。まあでもいいですよね。こっちも、やっぱ撮影してるとね、バリじゃなくて、あの、スチルフォトグラファーにとってみれば、意外とこのチルトの方が楽だったりしますからね。チルトとかシフトとかね。そっちが楽だったりしますので、これは非常にいい、えー、システムなのではないかなとは思います。なのでまあ、オートフォーカスが、えっ、ー、と、アルファ1、 の次のステージに行っているっていうアルゴリズムを入れてきて、精度とか性能に関してはアルファ1をちょっと超えているのか、そこの下克上起こさせてるのか、アルファ1とトントンなのかっていう。アルファ1は多分こう演算処理とか、それのパワーがやっぱり違うと思うので、そっちの演算処理でねじ伏せてる可能性はありますよね。ただこう、瞳のトラッキングとか、こう、 こういう風になっていても、目で、目を手で隠していても、大体この辺が頭だから、目ってその範囲で言うとここだよね、みたいな。そういったトラッキングがあるっていうのは相当優秀なので、まあ、まあ、とはいえまあ、R3、α1 とかでも十分っていう風にはなるとは思うんですけれども、ただ次のフェーズというか、例えば、R9、んあごめんなさい、α9-3 とかが出てくるときの、スポーツフォトグラフィー用の、 えっと、ハイスピードカメラみたいな感じですよね。アルファ 9K が3が出てくるときにそのトラッキングが入ったり。で、アルファ 1M2 みたいなね。アルファ12みたいなのが出てくるときにまたそのトラッキングが生きてくるっていうような、えっと、どん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 このディープ まあ AI というかね、そのディープラーニングっていうところがいよいよこう AI っていうふうに言われてますが、そのどん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 フィードバックが入ってきて、それによって次の出てくる機種にもより活かされていくっていうような感じなのかなと。まあ出てきている段階で相当あのトラッキングの精度は高そうだったので、まあこれがまたファームアップとか、えー、次の別機種ですよね。アルファ やっぱ9-3が本命なんでしょうね、このオートフォーカストラッキングに関しては。で、僕もこの今 EOS R3 で収録してますが、R3 で感じたのは、オートフォーカスの精度が上がっていけばいくほど、えっ、ー、と、結局ホワイトバランスだったり、人間とのそのここを撮るよねっていう距離がバチンと合えば、必然的に露出とか、それの速攻、評価速攻とかの露出の 取り方、精度も上がってくるんですよね。これが多分ね、一番今後のカメラに、にとっては有益なことかなと思ってまして、本当に R3 って例えば30連射とかできるんですけれども、本当にダーッと30連射したときに、あの、 あのフォーカスがこうやって動いてくる被写体に対して完璧に追従するとですねその露出のばらつきが一切なくなるんですよねおそらくは多分この α7R5 に関しても結局はそのセンサーとか、えー、と映像エンジン映像エンジンはまあね、まあ、大事だとしてもセンサーが一緒だったとしてもとにかくオートフォーカスの精度を上げていけば露出のばらつきがなくなったり的確な、えー、ホワイトバランスが取れたりとかっていういいことずくめ になると。なんで、一番根本を今後カメラで変えていくには、より正確なトラッキング技術。ここに注力していけば、全体的な、その、ハードウェア、カメラとしてのハードウェアの底上げがなされるみたいなね。そういった考え方で進んできてるカメラかなと思います。まあ、ちょっとね、スチルフォトグラファー目線で言うと、うんやっぱり、なんていうのかな、費用対効果的にっていうか、パフォーマンス的には、 やっぱり6000万画素が現状では限界なのかなっていうところと、1億画素を求めている人、僕としてはね、8000万とか9000万とか画素数の上、上抜けっていうか、天井を抜けてほしいなっていうね、気持ちがやっぱりあったわけですよね。来るかなと。で、八千万、9000万画素とか、場合によっては1億画素来てくれたら、ちょっとこれ使いたいなと思ったんですよね。アルファン r アルファ 7R5 はね。 あの、やっぱ、すごい画素数に、レンズをつけてっていう風な改造感って、やっぱまたちょっと違う次元が見えてきますから。ですが、やはり、えっ、ー、と、まあ、そこまでやるほどの、まあ、まあ、コストもかさみますし、需要っていうところを見越した時には、やっぱりオートフォーカスの精度を上げていくっていう、これが一番多分、 最適解というふうにソニーとしても考えたのかなっていうところですよね。なので、キャノン目線で言うと R5 並みの、R5 並みの改造感を備えた R3 のオートフォーカスが入っているっていう。まあ、こういったカメラ。なので、絶妙だと思います。なので多分50万台でそれが発売ですよね。R5 よりもちょっと値段高いぐらいのところで多分収まってくるんじゃないかな。値上げ、R5 が値上げして多分量販店価格52万ぐらいになるのかな。 そこで、多分55万超えぐらい、60万弱ぐらいで出てきたとしたら、アルファ 7R5 が、ちょうどいいですよね。あの、R5 よりも明らかに AFC の上、解像感も上っていう機種なので、まあ、その子の差額って絶妙ですよね。これで僕結構見えてきたところがありまして、今後、まあ、仮に EOS R6 Mark II が出てくるのであれば、えっ、ー、と、ぶつける。まあ、仮に今回、アルファ 7R5 が新機種、ソニーのね、フルサイズ。で、 えー、そ、キャノンも今年初めて出すフルサイズが R6M2 っていう風になると、要は完全に R6M2 に R3 の AF の性能をぶち込んでくると。そこだけをぶつけちゃって30万円台、35万円ぐらいで出してくる R6M2。で、50万円台後半ぐらいで、アルファ、あアルファ 7R5 が出てるっていう風になると、AF ではほぼほぼ、 ど、同等の性能。改造感で言うと明らかにアルファセ7 r 5が上っていうような、この辺のヒエラルキーで種類は違うんですけれども、AF 性能一緒なんだぐらいのぶつけ方。なのでアルファセ7 r 5はソニーも多分一番押し、売りたいっていうところはオートフォーカスなんですよね。改造性能も売りたいけど、一番は新しい、えっ、ー、と、オートフォーカスのアルゴリズム兼、兼オートフォーカスの精度っていうところを売りたくて、で、 キャノンもおそらく R6M2 で R3 のこの R3 のこのオートフォーカスって本当にアルファ1と本当ためを張るぐらいのまあほぼ同等でも R3 のが好きっていう人もいるぐらいあの僕もすごいと思ってるんですよね R3 のこのオートフォーカスはそれがまるっきり R6M2 に移植されてきたらえ AF 性能に関してはアルファ 7R5 とバチンとぶつかりますで値段は35万ですってなったら価格競争力 もう十分ですし、R3 の2400万画素のローデータ、これって非常に優秀なんですよね。なので、あの、SNS とかで写真を使っていくっていう上では2400万画素って超絶妙なんですよね。で、えー、6000万画素ぐらいになってくると、こっち、プリント、印刷。で、僕もこの11月から、こちら、えー サインス、写真展サインスやるんですが、これ6000万画素で、やはり6000万画素あるとですね、あの、モノクロの写真撮ってても、ここいらないなっていうところをトリミングして、そして、 プリント、写真プリント、作品プリントする上では、非常にやっぱ有効性高いんですよね、6000万画素って。なので、こういった作品作り、プリントとかまでの視野に入れたときには、やはり6000万画素あると非常に楽。ローの、ネイティブのローの段階からトリミングができていくっていうね。あの、もちろん後でスーパー解像度とかって言ったり、売ビッコで伸ばすって言うんですけども、ローデータを一回 PSD か TIF で伸ばさなきゃいけないので、そこからまた、であの、 トリミングっていう風になると二度手間ですもんね伸ばしてトリミングとかなのでこう考えるとやはり最初からネイティブのローの段階でぎっちりと画素があるっていうね総画素が高い6000万画素ぐらいあるとやっぱ最強かなっていう風には思ったりしておりますあとはえー、っと一番ソニーが今回触れられて触れてほしくないところはバッテリーの持ちでしょうねおそらくこれ え、どうやらバッテリーはそんなに持たない雰囲気なので、えっ、ー、と、R5 ユーザー、R6 ユーザーの方の感覚で、えー、アルファセム R5 は使えばいいのかなっていう。要は、半日でバッテリー飛ぶでしょっていう。あの、普通に使ってて、スチールでバーっと使ってて、半日ぐらいしか持たないんじゃないかなっていう。R5 もですね、えっ、ー、と、残念ながら、R5 は1日ガチでスナップでも何でも撮影しようとすると3本は最低必要で、えー えっと、l p 6 n h が4本ないと、やはりね、本当の意味で安心感がないんですよね。なんで、バッテリー食いが半端じゃないので、やっぱ僕としてもどうしてもね、最近の M11 に行くっていうのは、このバッテリー1本で、だいたい1000カット以上余裕で取れるんですよね。この、えっ、ー、と、M11 はね。なので、そういった意味では、バッテリーが持たない。 のがウィークポイント。ともう一点は7 0 0ム超えましたよね。ソニーといえば意地でも7 0 0ムを基本的には切る設定。確かアルフワ1で699だったかな、バッテリー込みで。699で700っていう、えー、禁断の重さを超えないように頑張っていつも努力するっていう。FX3 が、まあ、それを超えて 715g ぐらいだったかな。今回は、質量、バッテリーメモリーカードを含んで7 2 3ラっていうことでもう、 えっと、R5 ですね。まったく。R5 が 730g かな。なので、この辺と完全にぶつけてきたかなぁと。えっ、ー、と、R5M2 のようなクオリティの、えー、カメラが α7R5 っていうふうに考えていいかな。バッテリー持たない、えー、600g 超えてます。700g 台ですっていう。なので、ソニーはここ一番言われたくない部分かなぁとは思ってますね。あとはね、ちょっと僕は実機触ってないので、な、なんですが、まあ、 えっと、R、アルファ1のファインダーを超えてくることは基本ないというふうに考えると、まあ相変わらずソニーのまあ、ビデオ系のまあファインダーになるのかなっていうところ、これはもう諦めざるを得ないかなと。なので、OVF のような高額を除いているような気持ちよさをファインダーで求める人にとってみれば、相変わらずキャノン、そしてニコンという、この辺が やっぱり求めていくところになるのかなと。覗いてて気持ちいいとか、まあマニュアルフォーカスで、まあ、こういったマニュアルフォーカスのレンズとかでピントの山が掴みやすいとか、この辺に関してはやっぱりね、まあ、トワイキャノンもね、そんなに、えー、R6 とかはピントの山掴みやすいファインダーではないので、まあ、その辺をどういう風にカバーしてきてるかっていうのは一回実機をちょっと覗いてみて、使ってみてっていうね。 なんで、その辺で見てみなきゃとは思いますが、良いところは、とにかくオートフォーカスが相当気持ち良さそうというところ。ま、あここが一番の推しでしょうね。で、もちろん、解像感に関してはもう6000万画素。僕も M11 とか、まあ、以前ですと FPL とかね、シグマの FPL とかで、このソニーの6000万画素センサーはもう体感しておりますので、えー、強烈な解像性能があるっていうのは分かってます。それが、えっ、ー、と、ソニーのネイティブのビヨンズ XR だっけ。映像エンジンで、バチンと、 えー、フルにその6000万画素を活かせる映像エンジンを使いながら、えー、出してくるっていうことで、まあ、アルファ1が5000万画素なので、そりゃ、解像感もっと上回るよねっていうお話かなと思ってます。なので、ぶっちゃけのところ、そんなに新鮮味がない、まあ、手堅く、そんなに開発コストをかけることもなく作ってきた機種かなと。一番開発するに際してのリソース、 あの、開発のどこに重きを置くかっていうとか、とにかく AF。これはもう、いつも僕も言っているんですけれども、各社、各メーカー、オートフォーカスのアルゴリズムとか、精度とか、トラッキングの技術っていう、ここだけをひたすら追い求めていくのが、今後の、 カメラ作りにおいての、まあ、スタンダードになるかなと。シモセンサーとかウェファーとかこの辺に関してはもう、ある程度の頭打ちは来ているっていう風に考えてよくて、僕みたいなニッチな需要だと1億画素欲しいですけれども、まあ、ご覧の皆様、今日ご覧いただいている皆様で、1億画素絶対欲しいっていう方って、まあ、10人いたら0.5人ぐらいなのかなっていうのはあるのでね。まあ、僕としてはもう、やはり1億画素の魅力っていうのはやっぱね、分かってますので、できれば欲しい。そして、 あの、例えば RF レンズ、G マスターとかもそうですけども、レンズのギリギリのところまでもやっぱり攻めるっていう上ではね、やっぱり1億とか1億5000万画素ぐらいあった時に初めて、例えば RF レンズとかのね、L レンズとかは、あの、本当にでのポテンシャル発揮できるので、ぜひともね、僕はキャノンには R1 に関しては1億いってほしいなっていうのはありますが、ソニーも当面1億画素は出さないっていう、 え、宣言みたいな機種になったかなっていうことで、ちょっと僕の中ではね、若干のがっかり感はあるかなっていうところでございますっていうところで、いかがでしょうか。まあ、重さを 700g、さらっと越してきたっていうのがね、ソニーも背に腹変えられなくなったのかなっていう。八軸手ぶれ補正入れたのと、まあ、バリアングルとかのね、ちょっと特殊な機構入れざるを得ないっていうところと、この辺がやっぱり、あとヒートシンクか。今回、熱にも、α 7 s 3並みの あの、熱耐性があるということで、渡辺和正さんも長尺回して、4時間でも5時間でもバッテリー給電すれば取れたって言って、おっしゃってたので、こっちに関しても 8K も余裕で取れる、本当の意味でちゃんと取れるっていう強さが入っていらずなので、そのヒートシンク入れる、えっと、バリアングル、チルトバリアングルのヒンジ、あとは8軸手ブレ補正で結構強力な手ブレ補正ユニット入れてきたってことで、700g を超さずるをえなかったっていう、この辺が、まあ、 しょうがないのかなっていうところですが、まあソニーも重くなってきましたね。っていうところで、えー、2日間お過ごしください。西田とりさどうも